衛星写真、キブロン湾は、フランス、ブルターリュ南部、モルビアン県の湾。湾はおおよそ三角形の形をしており、モルビアン湾の南に開けている。狭く細いキブロン半島が、西側を、大西洋から守っている。湾の南には、ベルイルアンメール、ウア島、オエディック島が浮かぶ。湾の入り口には、多くの浅瀬があり、危険である。 古代からこの海域で海戦が起きた。ブルートゥスがガリアのウェネティ族と戦ったモルビアン湾の海戦、1759年に起きたキブロン湾の海戦が有名である。1795年、ブルターニュ、メーヌの両地方で起きた王島派の革命政府に対するゲリラ戦主案塗りとバンデの反乱を支援するため亡命王島派が キブロンに上陸したフランス侵攻の舞台となった。第二次世界大戦中、連合国軍はノルマンディ海岸の包囲突破を支援するために、キブロン湾内に人工港建設を計画した。このチャスティティ作戦は遂行されることはなかった。連合国軍はキブロン一帯を奪ったと、同時期に前線に近い主要港アントウェルペンを攻略したからだった。 19世紀にニコラアペールが缶詰による殺菌法を発明してからワン一体でイワシの缶詰製造が非常に盛んとなった。湾内にあるアリ原稿、クルースティ港、ラトリニテシュルメール港にはマリーナがあり、ヨットが観光客に人気である。ありがとうございます。